シビルバカバカバカバリブイチガバチガのオーシャルもう一度僕と恋愛してくれませんか。ふつつか者の僕ですが、もう一度僕と恋愛してくれませんか。君が今じゃかけがえのない存在に、目休みの真っ先に浮かぶくたくのない君の笑顔。君じゃなくちゃダメなんだよ、愛した分だけ愛してほしいな。願えば虚しく泡と消える、恋はいつだってアンバランス。時を忘れて夜をかけて、何が僕をそう焚き立てるの。君に溺れる本当の理由気づいたんだ。いつつかものの僕ですか、もう一度僕と恋愛してくれませんか。 DNA のそこそこ、記憶の縁の光、消えることなく刻まれた泣けど。
忘れてしまったのかな。ゆっくりでいいよ、ほど今宵と夜が明かる虹に運命を重ね君に届けと、君が知らない君のこと、いつか来るように話せる時が、あの日の二人の足音がほら耳をすませばすぐそこに、一人よがりよ二人よがり、離れ離れの時を埋めよう、花を送るね君の好きな花言葉、変わらぬ心さ、いつかものの僕ですか、もう一度僕と恋愛してくれませんか。
ットジャムにお越しの皆様こんにちは。私たちせーの七色の魔法少女ナナランドです。はい、属性は自然のハラリのナナランドのリーダーハルピーこと大場はるかです。はい、属性は水小牧ことみねしもこまきです。はい、属性は星なここと西島奈々子です。はい、属性は炎月音こと竹内月音です。はい、属性は風霊なこと三好里奈です。はい、属性は太陽南こと瀬戸南です。はい、属性は愛日和こと百瀬日和です。せーの、よろしくお願いします。はい、ナナランドからお知らせがあります。私たちナナランドは3ヶ月曲を連続リリースすることが決定しています。さっきやったもう一度僕と恋愛してくれませんか、もうそのリリースに含まれているので楽しみにしててください。そして、はい、アットジャムエキスポは2022ナナランド3日間出演いたします。ナナランドのステージ見てください。そしてこの後は NGT48 さんの楽曲交換だったり、そしてフィナーレにも出演させていただきますので、この後も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上ナナランドでした。ありがとうございました。